事故で亡くなってしまった方がもしこのエンプティーチェアに座っていたら、あなたどんなこと話したいですか？何いい人ぶってんだよお前ら。普通に喋れっつ。喋ってますよ。不満があるとちゃんと言葉にして言ってください。そっちもね。私たちがあなたと何度もお話しして、この仕事ならと思って仕事紹介したんですよ。だけど初めからなんかやりたくなさそう。心から何楽しんで充実して仕事やらないとなんか言われるんですよ僕。そういうことじゃないけど。あなたやってんすか？じゃあ藤本さんやってんすか？僕にはそうは見えないっすよ。楽しいって思えないぐらい責任大きくて大変だけど、僕もお金が必要だから。私楽しくなくてもやってんすよ。だったら続けられるようにしてよ。続けてんだろって。